これは足利陣屋一区の武装です。現在は個人の方の所有物になっているという話なんですけれども、動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子馬尾慎です。よかったらこの旅動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて現在地なんですが、栃木県足利市の安那地という、もともとは室町幕府の足利将軍家の邸宅跡が寺になったというそういう場所なんですが、今回の旅ではこちらの JR さんの1日乗車券秘密の平日パスというのを使って旅をしています。実はあるネットニュースで、もともとの出所は地元の栃木県のローカルシムなんですけれども、足利陣屋一本がですね、崩壊寸前だって言うんですよ。岐阜旅行編ご覧になっていた方いらっしゃるでしょうか。高山陣屋足運んでるんですけれども、足利にも陣屋があるって聞いて、あーそうなんだすごいと思ったら、その門がもう倒壊寸前だって言うんです。その門がもう倒壊寸前だって言うんです。本当に倒壊してしまう寸前なのかどうかをこの目で確かめようと思ってこの旅動画撮っています。ちょっと旅動画から外れるかもしれないんですけども、たまにはこういうイレギュラーなものもいいかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは今回の旅も始めていきましょう。ちょっとこのココファームワイナリーワインショップさんでこのゆずサイダーいただいてみましょうか。行ってみましょう。こちらのココファームワイナリーさんでゆずサイダー買ってきました。ここは通りなので別のところでいただいちゃいます。まずはですね、いきなりその陣屋門を皆さんに見ていただく前に、江戸時代この足利を治めていた織田家の陣屋跡、建物そのものはもう残ってないんですけれども、ここにあったよというその石柱というのかわからないんですけども、あるのでそこへまず行ってから見てみたいなと思います。でもう開けちゃいました。先ほどのゆずサイダー喉が渇いたのでこれを飲みながら行きましょう。ほんのりとでもしっかりとした柚子の味がします。美味しいです。あそこに幸運堂というお店があるんですが、そこにかつての足利陣屋があったというその史跡があるということなので、まずはそこへ立ち寄ってみたいと思います。というわけでこれが陣屋大門だそうです。幸運堂さんというせんべい屋さんにかつてあった照明たるこの石柱が立っているだけですね。ここにも陣屋大門とは何ぞやということで看板が立っています。ここから130m先に戸田家の陣屋跡が存在したということなんですが、今現在は全て住宅街というかビルというか全くその面影はありません。反対側なんですが、このように足利市の商工会議所が立っています。その向かい側にあるのがこの陣屋大門です。続きましてはその戸田家の陣屋があったと言われる場所を皆さんにお見せしたいと思います。もう間もなく見えてきます。しかし面影はありません。建物残ってません。周り本当に住宅街なので、プライバシーに関わるようなものはなるべく映さないように撮影続行したいと思います。見えてきました、あちらです。これが足利戸田家の陣屋跡です。今は随分前に営業を終了してしまったこちらの薬局に姿を変えています。ということでですね、足利戸田家の陣屋大門と陣屋跡を見ていただきました。看板が立っているだけという寂しい状態になってしまった
てます。これ以上の驚きがあるということなので、今度は国道293号まで戻って、万那寺の方に戻っているんですけれども、こちらなんですが、国道293号線が足利学校側にありますので、そちらへ向かいたいと思います。そちらに足利陣屋一区もあるそうなので、今から向かいたいと思います。再び万那寺戻ってきました。先ほどの場所から歩いて5分程度だったでしょうか。こんなに時間はかかってません。お堀を見ながら進んでいます。293号線、もうそろそろ見えてくるんじゃないかなと思われます。万那寺の楼門を抜けてしばらく歩けば国道293号線です。足利学校の裏側にも来ました。石畳の道へ進みながら、もうまもなくですね293号線到着できるみたいです。国道293号線行きました。袖すり屋も多少の縁といいます。僕の動画を見たことがあるという子供たちには出会いまして、彼らが時間があるので案内をしてくれるということで、言葉に甘えてついて行ってます。子供たち自転車、僕歩きなので大変なんですが、頑張りましょう。大人なので。そろそろ時間だということで子供たちと別れたんですけれども、一緒に陣屋門を探せたらよかったんですが、時間切れということで、今 Google マップが反応しました。まあでも本当に感謝ですね。子供たちに感謝です。さて、陣屋門の方なんですが、 Google マップも起動させました。もうそろそろ見えてくるはずなんですけれども、あるでしょうか、見つかるかな。周りがですね、もう完全な住宅街になってます。あの、こっちになんか足利陣屋門っていうのがあるって聞いたんですけど、あ、すいません、そうですか。Google マップで行くとこの辺りなんですけれど、あ、トンネル通りだ、トンネル通り沿いだ。目的地は左側です。お疲れ様でした。左側、ちょっと見当たらないですね。どういうことだろう。ここは私有地ですもんね。トンネル通りというところまで行ったんですが、それらしきものが全く見えないです。一体どこにあるんだろうか。どこにあるんでしょうね。なんか戻ってきてしまいました。もう少し頑張って探してみます。
あー、これだ、見つけました、これです。というわけで、これは足利陣屋一区の武装です。現在は個人の方の所有物になっているという話なんですけれども、さっきゆずサイダーをいただいたココファームにいらっしゃった地元のことに詳しそうなお客さんが教えていただいたところによると、今現在この陣屋も個人の所有物になっていて、そのため権利の兼ね合いなどもあって、補修などもなかなか追いつかない状態になっているようです。もう少し詳しくご覧いただこうかなと思います。ここに足利藩陣屋の推定図とあるんですが、日焼けと経年劣化によってもう何が書いてあるのかほとんどわからない状態です。そして門の方ですね、漆喰と柱の間からこのように仏像と植物が書いてしまってます。上を見上げますと蜘蛛の巣がびっしりと張ってまして、ちょっと見えるかな、見えるでしょうか、蜘蛛の巣が張っちゃってまして、誰も手をつけていないことがよくわかる感じですね。まあさすがにここから下手は捨てないんですけど、確かに陣屋門っぽい跡は見えます。ここ名前は知らないんですけど、丸い飾りだと思うんですけども、門の飾りですね、鋲と言ったらなんかちょっとわからないんですけども、それがあったような跡が見えます。ここもそうですね。そしてここももっと顕著なのがこれですね、小脇の門の脇にあるこの漆喰ももうほとんど剥がれてしまって、そのまま放置されているような状況です。また門の脇のこの小窓もそのままですね。一度こう火災にあったんでしょうか、こちら側窓の格子が焼けただれてしまってます。あとこちらの内部の方もなんですが、ここも火災によるものでしょうか、随分とボロボロになってしまってます。下の方に至ってはもう漆喰は剥がれ落ちて、竹の骨組みがそのまま露出した状態になってます。というわけで足利陣屋一区門をご覧いただきました。文化財に対する姿勢はその自治体ごと、そして人によっても変わると思うのですが、言葉がないですね。かといって僕に何ができるのかも本当に分かりません。ただこの事実はぜひ知っていただけたらなと思って、今回この旅動画企画してみました。そんなわけで今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。